私は国生、リーウェ七世のユウヘンよ。変革の時は来た。千年続いてきた秩序は、ついに終わる。この歴史的瞬間を、私と共に見届けるわよね。おはよう。朝の状態は、一日の良し悪しを左右するわ。だから眠くても、元気出して起きるのよ。私には、お昼休みの習慣がないの。 でも、もし疲れてるなら、休んでもいいわよ。3分後に起こすから。夜が訪れ、10日が灯る。<laughs> 今日も穏やかな一日だったわね。おやすみ。いい夢を。私えっと、あと10件仕事が終わったら、休めるわね。無駄な時間を過ごしてると、 仕事が終わらないわよ。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。冒険も商売も、チャンスは一瞬なの。すごい大雨。困ったわね。そもそも、昨日終わるはずだった仕事を、どうしてあの人たちは、今日まで引き伸ばしたのかしら雷は怖いものだけど、 リーウェの飛来と防火対策は一流だから心配無用よ。大丈夫。旅を続けましょう。この程度の雪、気にする必要ないわ。いい天気ね。仕事も一段落したし、買い物にでも行こうかしら。自分が正しいと思ったことなら、声を大にして思い切りやるの。 これが私が今まで貫いてきた人生の理念よ。私の本職は土地管理と建設よ。リーウェは人が多くて領土が広く資源も豊富だけど計画性に書いた事業で目先の利益に飛びついていたら手痛いしっぺ返しを喰らうことになるわ。千年の歴史があるリーウェにとって一番重要なのは何だと思う 帝君くんいいえ、私はそう思わない。だって、我々人類は自分の力で今まで生きてきたのよ。なのに、彼は選ぶっていろんなことに口出しする。はあ、言い方が悪いかもしれないけど、彼って本当に何でも知ってるのリーウへの様々なジムに携わってから、 初めて帝君の苦労を痛感したわ。最近、問題にぶつかるたびに、帝君なら、どうするかなって考えるようになったの。もしかしたら、本当に彼は、何でも知っているのかもしれない。はぁ、私ったら、まだまだ甘いわね。君のことは、気に入ってるわ。神のことを100、100%信じることなく。 猛獣もしない。自分なりの考えを持ち、問題を提起して、答えが出るまで模索し続ける姿勢が素敵よ。<laughs> 恥ずかしがることないわ。それこそ、正しい生き様だもの。だって、神が過ちを犯さないなんてこと、誰も証明できないでしょそう難しくないから、試しにやってみればわかるわよ。 それでもダメな場合 <laughs> うんうん。君は、私の期待を裏切ったことないから、絶対いけるはずよ。私が甘かったわ。帝君みたいになるなんて、私に、できるかしら。えうん。確かにそうね。他のことには自信が持てるのに、 こんなことで悩んでいられない。悩むよりも行動するのみ努力し続ければ、いつか彼にだって追いつけるはずよ神の目は、神に認められた証だってみんな言うけど、そんなものいらない。まるで、今まで私がやってきた成果が、神のおかげだって言われてるみたいじゃない。<laughs> ああもう、ムカつく 自分が努力した結果であって、神とは関係ないって言うのに。帝君は私に、常人を超えた力で、みんなを導いて欲しかったのね。ふっ、たとえ神に認められていなくても、私は仕事を全うできるのに。<laughs> 待ってなさいよ。彼の期待に応えてみせるんだからリーウエ七世の仕事以外に、 私は公益活動もしてるの。ほとんどの活動でいい反響をもらったけど、毎日の勤務時間を2時間増やすっていう活動だけは大勢の人に反対されたわ。時代を追い越すような提案だったのかな。今度は1時間にしよう。イ君のグッズ私の部屋にそんなものがいっぱいあるとでも 私はもう子供じゃないのよ。た、確かに最近、新しい帝君の土偶を買ったけど、あれは自分自身を律するためであって、崇拝とか憧れとかじゃないんだから勇気があったから、鳥が空を飛べるようになった、というモンドの物語を聞いたことあるわ。でも、果てしない空への憧憬があったからこそ、 彼らの翼を羽ばたかせ、勇気が生まれたんだと思う。私にとって、リーウえは、その果てしない空と一緒なのよ。あの王女堂の先生、確かに博学多彩で、尊敬に値するわ。それに、彼の考え方は、低空に似ている気がするの。もし彼が、もっと自分なりの見解を持ってくれたら、きっと私の力になるはず。 そうなったら、彼をそばに置くのも悪くないわね。あの船長はいつもルールを無視するし、豪快な性格にも頭を悩まされるわ。でも彼女の南十字武装戦隊は、リーユにとって欠かせない存在なの。ルールと利益、その均衡を保つ術は、まさに芸術ね。<laughs> ああ、ただ、法を担当する天柱へにとっては、悩みの種でしょうけど。彼女とは同僚よ。でも、反りが合わないの。彼女にとってリーウェは、所詮ただの商売の場所。金儲けのためなら、彼女は何でもするわ。本当に理念のない人よ。うん。それとも、それが彼女の理念なのかしら 帝君がいなくなって以来、私たちはいろいろと共通の念を持つようになったわ。珍しくね。以前の私は彼女を偏った目で見て評価していた。でも、この時勢になって根本的な理念が違っていても、彼女とは戦友になることができたわ。とは言え 明星祭の瑠璃新月は私が3ヶ月も前に予約してたのに実際にお店へ行ったら彼女が2倍の値段でここ数ヶ月分の瑠璃新月を買い占めてたのやっぱり彼女とは反りが合わないわ私も彼女のロックには興味があるの。伝統文化と比べたら確かにちょっとうるさいかもしれないけど。 私は別に気にしてないわ。いい音楽はいい音楽だもの。もっと広まるべきよ。白術先生の医術は住民から信頼されてるわ。もし難病にかかったら彼に見てもらえば間違いないわよ。ん変な噂一つだけ知ってるわね。白術先生が処方する薬は本当に苦いの。 子供に限らず、私にもその覚えがあるわ。万民堂の若いシェフね。彼女の才能は認めてるけど、腕前はまだ不安定よね。以前、彼女に宴会料理を作ってもらおうとしたんだけど、トカゲとスライムの料理を試食して、私はその考えを捨てたわ。話には聞いたことがあるわ。メーカーの出なのに、 彼は一族の事業よりも義境を重んじるって素敵な人だと思う一族の縛りを捨てて自分が正しいと思うことを貫く人は滅多にいないもの伝説の少年仙人ね人が世を治めるようになって彼も肩の荷が降りたことでしょう人類はもう守ってもらう必要がないたとえ厄介な事件が起きたとしても 私たち人類は自分たちの力で何とかできるから。一体帝君が何をしたのか知らないけど、カーンがあんなにも忠誠を尽くす理由がわからないわ。けど、自分の考えを持たない人にもいいところってあるのよ。例えば、不満があったとしても何も言わず指示に従うとことか。最近、 私一人じゃ決断できないことがあったら、彼女の意見を聞きに行くの。彼女はリーウェイで最も帝君に詳しい人だからね。はあ、昔、彼女の目の前で、帝君の悪口を散々言ってしまったことを思うと、なんだか申し訳ないわ。幸い、彼女は特に気にしてないみたいだけど。もし、和友茶館の前を通るときに、 大勢の人が集まっていたら、それは、運んが演出する、舞台がやっている証拠よ。運んのためだけに、茶館を買収しようと考える商人も少なくないの。帝君がいなくなって以来、リーウコーの未来を、どう描いていくべきか、ずっと考えてるの。帝君がこれまでにしてきたことや、別の神々の統治の手段も調べたわ。 でも、隣国のモンドは、ちょっと変わってるわね。あの風神のやり方で、本当にモンドは、この先も反映できるのかしら。私のことを知りたいのいいわよ。じゃあ、まず、遊変の仕事に関する理念を教えるわね。この百以上に及ぶ重要項目を覚えたら、きっと私の理想を知り尽くすことができるわよ。 すべての物事は一つ一つつながっている。もし一つのことがダメになったら、それに関連するすべてのことがダメになるわ。だから、今日のことは今日中に終わらすっていうのは、私がせっかちだからじゃなくて、遅れることで物事が台無しになるからなの。礼儀にこだわる必要はないわよ。遊園と言っても、 ただの肩書きに過ぎないもの。私の身分なんて気にせず本音を言ってちょうだい。物事をはっきり言うところが君の唯一無二のところで、そして私が一番気に入ってるところなんだから。君と一緒に冒険して結構な時間が経ったわね。君こそが私の理想の人だとますます思えるようになってきたわ。ん そんなに驚くこと私が理想とするリーユエを築くには、君は欠かせない存在よ。帝君の土地に人類が生きた証を残すことは、やっぱり簡単なことじゃない。でもね、君と約束したいの。新時代のリーユエ校が生まれた時、私に会いに来て。見せてあげたい。 君との時間と、君の支えがあったからこそ、できたことだろうから。デザインも生地も、商品の種類も、多種多様。それが、買い物よ。うーん。<laughs> この魅力はたまらないわね。確かに、リユへの人の生活水準は、どんどん良くなってるわ。でも、怠け者も増えてるの。 あ、<laughs> もう。リーへ七世が頑張って暮らしを改善しているのは、この怠け者たちを養うためじゃないのに。食べ物にはあまり執着しない方なんだけど、あのエビのポテト包み上げだけは忘れられないわ。たった一つ食べただけで、口の中が幸せで満たされて、たまりに溜まったストレスが一気に吹っ飛ぶな どんな料理にも理想的な味があると思うの。だから、それ以外の味を私は一切認めない。例えば、塩味の杏仁豆腐とか、甘口のはすのみ入り茶碗蒸しとか、食べ物を粗末にしないでほしいわ。目標を定めて、日々努力を重ねれば、いずれ成長するのよ。よかった。 これで臨機応変な対応が必要になった時の選択肢が一つ増えたわ。昨日の経験は明日の力になる。この全ては君と共に手に入れたものよ。